Bonjour, konnichiwa. このビデオでフランス語のすべての母音を紹介したいと思います。日本語にはあ、い、う、え、おしかありませんが、5つの母音ですけれども、フランス語では基礎的な母音は13もあります。ですので、覚えた方がいいかなと思います。そうすることによって、聞き取りと発音はきれいになります。まずですね、発音記号について少し紹介したいと思います。発音記号は、まあ、カタカナみたいなものですけれども、発音を書くためのものです。これがフランスだけではなくて全世界で使われていますので、英語の勉強のためにもなります。はい、覚えた方がいいと思います。そして辞書に書いてありますので、単語を覚えるときには正しい発音を覚えながら、勉強ができます。ですので、発音記号は大して難しくないので、ぜひ勉強しましょう。まず、日本語にあって、フランスにもある発音を紹介したいと思います。そうです。あ、い、う、え、おの全部の発音ではなくて、フランス語には4つその発音があります。どれかということを紹介したいと思います。まず、あですね。日本語ではあ、フランス語でも全く同じ発音です。あ。いも同じですね。い。そして、え。この発音記号となります。そして最後に、おという発音です。で、その後は日本語にない発音ですね。ちなみに、日本語のうは少し変わっていて、フランス語にはない発音です。はい、じゃあ、それぞれの上から左からの発音を全部紹介します。あ。イ、ウ、ウ、エ、エ、オ、ア、エ、ウ、ア、オン、アン、アン。これで全てのフランス語の発音ですか。です。それでフランス語のすべての発音を紹介しました。どれが難しいかなと、もう一度今回は繰り返してもらいたいと思います。自分で聞きづらい発音がありましたら少し難しいのであれば、ぜひそれを覚えていただきたいと思います。何度も聞けばいいかなと思います。いいですね。じゃあもう一度全部上から下までいきますね。あー、あー、いい、イ、ウ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 、エ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 、オ、オ、ア、ア、ウ、ウ、ア、ア、オン、オン、ア、ア、はい、これで自分が一番苦手な発音記号をノートに書いてください。それを覚えるといいかなと思います。ちなみに私はフランス語です。札幌市またはネットでフランス語を教えています。これが私のウェブサイトですね。少し見せます。そこに読み方にクリックしますと、もう少しゆっくりと発音の紹介してますので、もしまだ見てないのであれば、ぜひ見てください。そして登録をしてください。次は子音を紹介したいと思います。子音のすべての発音記号と発音を紹介します。やっぱり実際に自分の耳がどの発音聞き取れないかということを知った方がいいかなと思います。その後は、そのすべてのフランス語の文字の綴りを紹介したいと思います。まあ、いろいろたくさんいい教材作りたいので、もしできれば、LIKE ボタン登録とコメントをお願いいたします。特にこのレッスンが勉強になった場合は、ぜひ知らせてください。時間かけて作りましたので、嬉しいコメントが、いいコメントがありましたら嬉しいな。それでは、au revoir et bonne semaine!